こんにちは、お金を増やす専門家の浅見博史です。今日は感情の感情についてお話をしてみたいと思います。それではこれから2つのクイズを出しますので、素直な気持ちで答えてみてください。それでは1つ目、はい、あなたは、チケットが1万円のコンサートに出かけたとします。会場に着くとチケットを買うために用意していた1万円をなくしていることに気がつきました。あなたは A、B のどちらを選びますか？はい、それでは2問目続いていきます。はい、あなたはチケットが1万円のコンサートに行きます。会場に着くと買っておいた1万円のチケットを紛失していることに気がつきました。あなたは A、B のどちらを選びますか？はい、いかがでしょうか。1問目と2問目 A か B か、考えてみてください。はい、この問題は実際には1万円をなくしたという、本質的に同じことが起きているんですけれども、実は状況などによって、自分がする判断が変わってしまうという問題だったんですね。はい、それで、クイズの2問目の方の、すでにチケットを買ってしまったものをなくしてしまった場合にもう一度チケットを買うっていうことに非常に人は抵抗を感じるという傾向があります。実際には、同じなんですけれども判断が変わってきてしまうと、まあ、これって結構面白いですよね。はい、今日はここまでです。よろしくお願いします。